ヘレスサーキットは、スペイン南部のヘレスデラ・フロンテーラにあるサーキット。ヨーロッパの南端、アンダルシアのシェリー州の産地として知られる地方に位置する。直線が短く、コーナーが連続する中低速テクニカルサーキットである。温暖な気候であるため、オフシーズンのテストにも利用されている。サーキットが完成した1986年に、 会一スペイン GP が行われ、アイルトンセナとナイジェル・マンセルの0.014秒差という、会一グランプリ史上に残る金賞差の攻防の舞台となったが、1990年にマーティン・ドネリーが瀕死の事故を起こしたことなどもあり、翌1991年からスペイン GP はバルセロナに新設されたカタロニアサーキットへ譲ることとなった。その後、 ドネリーが事故を起こしたコーナーを含むコース回収が行われ、1994年と1997年にはヨーロッパ GP が開催された。1997年の予選では3人が1000分の1秒まで同タイムのトップタイムを記録し、計算上は5000年に一度の陳時とされた。このレースでは三日発起年が F1 初優勝を記録している。また、 このレースの表彰式に市長が乱入したことにより、今後会一はヘレスで開催しないとフォームより通告される事態となっている。リ輪では1989年以降、ロードレース世界選手権のスペイン GP が毎年開催されている。低排気量クラスを中心に地元ライダーが活躍してきたため、20万人以上が感染に訪れる人気を保っている。 コースサイドには駆逐を並べて点火する、情熱的な応援風景が名物となっている。1993年のスペイン GP では 250cc クラスに出場していた若井信之が予選走行中にピットロードを横切る、通行人を避けようとしてコンクリートウォールに激突、そのまま若井は死亡した。そのためサーキットには彼のシンボルマークであったフラミンゴを模した像が、 立てられている。1999年には 500cc クラス後、連覇中のマイケル・ドゥーハンが予選中に大クラッシュを喫し、この怪我が原因で引退することになった。1992年までのレイアウト低速の1、コーナー、2コーナーをクリアすると、緩やかに左カーブしながら坂を登り、5コーナーのシトポンスを回り込むと下りのバックストレートに入る。四コーナー以降は以前は、 テクニカルセクションだったが、バックストレートを延長する形に回収された。バックストレートエンドのタイトなドライサックヘアピンでは、1997年の F1 ヨーロッパ GP でタイトルを争うミハエル・シューマッハとジャック・ビル・ヌーブが接触して、物議を醸した。コース後半区間はスピードを乗せた中速コーナーが連続する。ドネリーが重傷を負ったコーナーには試験が、 設置され、アイルトンセナと命名されている。二輪レースでは試験員を使用せず、従来のコーナーを使用する。短い直線から飛び込む最終ヘアピンは、オーバーテイクの勝負ポイントとなる。優勝者を見る通り、ドライバーズチャンピオンを獲得しているドライバーのみ、優勝経験がある。ありがとうございます。